最近分かったんですけど、チャーハン。家でもチャーハンよくやるんですけど、なかなかお店の味っていうんですかね。外の、中華料理屋でもラーメン屋でもチャーハンあるんですけど、やっぱりプロのチャーハンって美味しいんですよ。火力が全然違うので、もう、ものがそもそも違うかもしれないんですけど、なんでこんなに違うんだってちょっと思ってたんですけど、やっと最近気づいたことがあって、それは、旨味調味料ですよね。味の素とか有名なんですけど、僕は、旨味調味料に関して、あんまり健康に良くないっていうことが刷り込まれていたからか、ほとんど家でも使うことがなくて、全然だったんですけど、最近買ってみて、使ってみたんですよ、チャーハンで。そしたら、この味やってなったんですよね。あーと思って、なるほどと。やってみたら分かったというか、だから、知らなかったっていうことなんですよね、味を。旨味調味料の味ってこの味のことかと。あれだけをペロって舐めても、なんていうか、これが旨味なのっていう感じなんですけど、チャーハンにしてみたりとか、すると、あ、これやと。気づきましたっていう、そういう話でした。ラーメン屋でも、中華料理屋でも、化学調味料、一切使ってませんっていうお店もいっぱいあるので、全然あれなんですけど、なるほどと、こう、ジャンクフードじゃないですけど、そういう、街の中華屋さんで、チャーハンですよね。あれ、ものすごく美味しいなと思ってたんですよね。そしたら、なるほど。で、アジアに旅行行ったことがある人はわかると思うんですけど、タイの屋台とかの、で、調理してる人の映像とか YouTube にあったりもするんですけど、あれも化学調味料バーンって入れてるんですよね。で、タイとかに旅行行ったら、タイ料理とかめちゃくちゃ美味しく感じるんですよ。あれ、化学調味料入ってんねやろなって思いました。いいか悪いかは別として、なんでタイ料理ってあんなに美味しいんやろっていつも思ってたんですよ。タイに行った時。すごく美味しいなと思ってたんですよね。それが全てじゃないと思うんですけど、化学調味料も使い方次第では、美味しくできるというか、なんで家で化学調味料を使うことを、家での食事っていうのは毎日なので、毎日化学調味料を使うっていうのは、さすがに、気が引けるところはあるんですけど、たまに外食した時に、すごく安い、中華料理屋とかラーメン屋とか行って、チャーハンとか食べると、なんと美味しいことと、思っていたのは、あ、この味だったかと。それに今頃気づきましたっていうだけの話でした。さすがに火力で、ああいうパラパラ感っていうのは、ああいうプロのブワーってやつじゃないとできないと思うんですけど、なかなかお店のチャーハンの味って出せないなって思ってる人は、一回化学調味料を試してみたら、ああ、この味やってなるかなと思いました。っていう、それだけの話でした。以上、芸術を僕はすごい視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。